皆さんこんにちは。テレビドラマ太陽にほえろのジーパン刑事役で一躍スターとなった俳優の松田優作さん。その後はコミカルな役から鬼気迫る役まで幅広い演技を披露し、演技派俳優の地位を確立される。1989年、志半ばで病に倒れ他界されています。今回は松田優作さんの国籍や死因について調査してみましたので、最後までご視聴いただけますと嬉しいです。まずは簡単なプロフィールをご紹介します。松田さんは1949年9月21日生まれ、山口県下関市のご出身。身長183センチ、高渉185センチですが、妻のみゆきさんの証言では183センチ、血液型は A 型、学歴は下関市立第一高等学校、現山口県立下関中等教育学校、中退、シーサイド高校、カリフォルニア州モントレー郡シーサイド市、中退、市立豊南高等学校夜間部普通科編入、関東学院大学文学部中退。ちなみに松田優作は本名です。帰化してキム優作から松田優作に改名されています。松田さんは在日韓国人であるお母さんと日本人のお父さんの間に生まれるのですが、お父さんは郷里である長崎に妻子があり、お母さんが松田さんを妊娠していることを知ると長崎に逃げて帰ったと言われています。お母さんはお父さんに妻子がいることを知らなかったそうです。また松田さんには仲の良いお兄さんが2人いたのですが、そのお兄さんたちはお母さんが死別した前のご主人との子供だったそうで、松田さんは1964年15歳の時、自らの出自を知ると次第に孤独を感じるようになっていったのでした。その後松田さんは1967年高校2年生の時、お母さんからアメリカで弁護士になるように言われ、不本意ながら高校を中退。アメリカ国籍を取得するためアメリカに住んでいた宿母夫婦を頼って渡米し、現地の高校に入学されます。しかし言葉の違いなどから現地での生活に馴染めず、ほどなくしてヒッピーのような生活を送るように。そして翌年の1968年にはアメリカ暮らしに挫折し帰国。お兄さんの家に居候しながら夜間高校に編入し、1969年無事卒業されています。そんな松田さんは高校卒業後、高校時代からの友人である重井修二さんとアルバイトに明け暮れる日々を送られるのですが、重井さんのお兄さんが小演劇グループ6月劇場の関係者だったことからテレビドラマのエキストラを経験。この頃松田さんは6月劇場の主催者である岸田森さんに憧れ、研究生として入団されています。こうして松田さんは6月劇場の研究生として修行を積む日々を送られていたのですが、1970年、いきなり黒澤明監督の自宅を訪れ3日間座り込んで弟子入りを迫ります。しかし一度も黒澤監督に会うことができず、追い返されてしまったそうで、松田さんは劇団仲間に、俺は一生かかっても必ず有名になってみせる、だが有名になっても黒澤監督の映画にだけは決して出んからと語っておられたそうです。またこの頃松田さんは新宿のバーロックでアルバイトを始められ、客として来ていた劇団文学座の村野武則さんと知り合われるのですが、村野さんは松田さんについていずれどこからか出てくる男だと感じたと語っておられたそうです。そして翌年の1971年には劇団文学座の入所試験を受けられるも、一時の筆記試験で不合格。松田さんはその後も手当たり次第に劇団の試験を受けられると、同年4月金子信夫さん主催の劇団新演劇人クラブマールイに生徒として入団。1972年には卒業公演
女房を寝取られた亭主の話での演技が認められ研究生となられるのですが、再び劇団文学座の試験を受けられたそうで、今度は見事合格。松田さんは文学座附属演技研究所12期生となられたのでした。また同年9月には突如テレビドラマ太陽に吠えるでジーパン刑事こと柴田純役に抜擢。というのも太陽に吠えるのプロデューサーであった岡田新吉さんが当番組を降板したがっていた萩原健一さんの後を継ぐ刑事役を探していることを友人である文学座の村野さんが知り、松田さんを推薦されたのでした。こうして1973年7月松田さんは太陽に吠えろでジーパン刑事として初登場すると、瞬く間にスターダムへと駆け上っていかれたのでした。この太陽に吠えろは高視聴率を記録し、松田さんの人気も頂点に達するのですが、芝居の情熱を変わらず持ち続けていた松田さんは次第に安易な番組作りに嫌気がさし始め、降板を考えるように。そして1974年ついにジーパン刑事は殉職。銃弾で撃たれ血のついた手のひらを呆然と見つめながら、なんじゃこわと叫ぶシーンは名シーンとして現在も語り継がれていますね。ちなみにこの叫び声は松田さんのアドリブだったそうで、松田さんにとっては安易なドラマだったとはいえ、最後まで徹底した役作りは見事としか言いようがありませんね。1989年かねてからの夢だったハリウッド映画ブラックレインに出演が決定するも、撮影中に体の異変を感じ病院で診察を受けると膀胱がんであることが判明。詳しいことは分かりませんでしたが、その2年前に松田さんは膀胱がんのため手術を受けておられたそうなので、再発したようです。それでも松田さんは引き続き撮影に復帰しようとすると医師が止めたそうですが、今やっている映画は僕の生涯をかけた作品なんです、最後までやらせてください、それよりもずっと血尿が止まらないんですと訴えられ、撮影を続行。その後同年10月映画ブラックレインが公開されると、日本だけではなくアメリカヨーロッパと世界的な大ヒットを記録。松田さんはその成功を見届け、同年11月入院先の病院で40歳という若さで亡くなったのでした。いかがでしたでしょうか。まるで映画のような波乱万丈の人生を送られた松田さん、作品一作一作に魂を燃やし映画に全てをかけた松田さんの生き様は、没後30年以上経った今でも多くのファンを虜にしています。もう松田さんの新作は見ることができませんが、松田さんの魂は永遠に出演作品の中で生き続け、私たちを虜にし続けることでしょう。ご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それでは。